いよいよ始まったっていう感じですかね。今回の対戦者の紹介をしていきたいと思います。まずはレッドサイド D カーブ、あとでエビステ所属の吉田武さんです。で、迎え撃つはブルーサイドプラミウムエビステ所属、宮崎豊さんです。同じエビスのエリアで。そうですね、エビスエリア同士ですね。あ、そうです。あの、まあ、負けられない戦いではあります。負けられない戦いがここにある。まあ、すごい、ね、優しい雰囲気なんですけど、はい、若者には負けない。はい、どうぞ。もう結構勢いよく、ね、めっちゃ可愛い。さあ、両者作品が出揃いました。果たしてどちらの方がモデルさんの魅力を引き出せたのか、勝敗を決めるのはこの動画をご覧になっている皆さんの投票です。ああ。どちらの場所は？そう、奈良です。奈良。ああ、生近さん。名古屋から来ました。はい、それでは対戦者の紹介をしていきましょう。どうぞ。すごい。迎え撃つはブルーサイド、ヘアメイクロシェル所属、成木雄裕二さんです。今までの SNS で上げてた人たちの作品のリアルがどうなのかっていう、そこもね、問われる。はい。はい、今日は、はい、今日も今日も京都でやってまいりました。はい、なんと見てください。ららら、山のタワーです。はい、でこちら代々木店です。はい、アルティファータ代々木店。実はですね、シザーズリーグシーズン1が始まりまして、予選会をやっております。皆様に裏側をですね、バッチリお見せしたいなと力やってまいりました。見ているだけでヘアトレンドが分かるあなたになります。行きましょうか。入ってます。ではどうぞ。それでは今回の対戦者の紹介をしていきたいと思います。まずはレッドサイドピーカーブ、あとでエビステ所属の吉田武さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続きまして、迎え撃つはブルーサイドプラミウムエビステ所属、宮崎豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、両者対戦者の、紹介が終わったんですけど、印象はいかがでしょうか？同じエビスのエリアで。そうですよね、エビスエリア同士ですね。あ、そうです。あの、まあ、負けられない戦いではある。負けられない戦いがここにある。はい、はい、どうですか？まあ、すごい、ね、優しい雰囲気なんですけど、はい、若者には負けない。はい、 OK です。なります。5秒前、4、3、2。果たして勝つのはどちらの挑戦者でしょうか？それでは参りましょう。プレイシザーズ、プレイシザーズ。さあ、始まりました。ブルーサイド宮崎さん、はい、どんな作戦で？すごいです、刈り上げ一発目いってます。おー、全然イメージで、やっぱ違いで良かったです。残り10秒です。5 4 3 2 1 The end of the game. 終了。ありがとうございました。さあ、果たしてどんな作品に仕上がったのでしょうか。まずはレッドサイド吉田さんの作品です。めちゃめちゃゴージャスな感じに仕上がってますね。まとまってますよね。しっかりバチッとコンセプトにはまってる感じですよ。ありがとうございます。こだわりのポイントは？こだわりは、まあ、あのビフォーの時に少しあの横に広がりやすかったので、はい、あのカット自体はあの少し鉢を減らすようなスタイルで、ちょっとひし形をイメージするような、はい、枠に合わせたようなスタイルにさせていただいたのと、あとはマックス。じゃあ見ていただきましょうか。はい、どうぞ。もう結構勢いよく。めっちゃ可愛い。可愛い。吉田さん、今回の作品、はい、
はい、ズバリタイトルは、タイトルは、さあ両者作品が出揃いました。果たしてどちらの方がモデルさんの魅力を引き出せたのか、勝敗を決めるのはこの動画をご覧になっている皆さんの投票です。投票は概要欄の投票フォーム URL からご参加ください。あなたの投票が2人の運命を変えます。はい、 OK です。ありがとうございます。ここでちょっと終わりのコメントを出させてください。はい、ちょっと順番に伺います。はい、いや、伸びたら聞きます、ね、何回でも。暑いですね。あ、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。じゃあ、はじめまして。はい、すみません、北林です。お願いします。レディース、レディース唯一2名しかいないんですよ。ザーズリーが貴重なチカさんの回見ました？あ、見ました。はい、ありがとうございます。もうなんか見てて緊張しました、見てるだけで。でも今日お客さん入ってないからね。あ、そうですよね、あの時いらっしゃいましたもんね。そうそうそう。え、どちらの場所は？サロンの場所です。奈良です。奈良、奈良から奈良から来ました。サロン自体は関西圏、奈良、京都、大阪にあるんですけど、私は奈良の店舗に。はい、そうなんですね。所属してます。先月ね、僕大阪行きました。コンテストですね。ミルボン DA っていう。おお、審査員に行った。あ、出てないお店の人。お店の人は出てないですけど、見に行きました。あ、見に行った。はい、見に行きました。そうですね、DA プロっていう。ああ、今日は奈良のチームと。奈良対南海です。じゃあロングを。はい、最近になります。はい、刈り上げ。あの方はあれでしょ、ロングヘア、ロングから刈り上げちゃった、ね。じゃあまた、はい、第2ステージで、第2ステージで頑張ります。はい、お疲れ様でした。さよなら。どういうスタイル？スタイルは、アパレルで働いてらっしゃる方なんですけど、なので、ちょっと短くさせてもらうんですけど、はい、で、なんか今モードなお洋服を着る気分をお伺いしてるので、はい、そういうお洋服に合わせやすい感じのスタイルにしようかなと。はい、今なんか気分で伸ばされてたとお伺いしてるので。スタイリストでいいのぐらい。スタイリストになってからは7年半ぐらいですか。あ、じゃあまあまあね、中堅どころというか。今 10年目です。はい、いつの間にか店長。ディレクター、クリエイティブディレクターっていう、はい、役職に。上から何番目ですか。代表と同じなんで、一応幹部には入るんですけど、はい、一番上かなみたいな。ええ、店長の上ぐらい。あ、そうなんですか。シナズリーグって自分たちの世代じゃわからないでしょ。そうです ね、 ね、オーナーさんとかね、その上の世代の人ですね、はい、なんか言われました。これに当たって会長には、はい、頑張れよと。あ、頑張れよと。頑張れよと。頼むぞと。はい、で、洋服は？はい、お洋服、ちょっとだいぶ悩んでるところなんですけど、メイク担当。はい、ハピネスメイクで。はいはい、本番期待してるんですけど、頑張って。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい、大丈夫です。あ、生近さん、こんな感じで。そうですね、長さはあんまり切らないんですけど、顔周りはもうバーンと切っちゃうかなって感じで。あとは量って膨らむんで、こうタイトにしっかり軽くしていこうと思ってます。このカラーは、マニキュア？いや、変なんですね。変な、そうだよね。もうなんか仕込みとかしてなくて、今日も初めましてなんで。あ、本当に。はい、すごいね、初めましてで、初見で、名古屋から来ました。今日終わった帰るんですか？
今日一泊、この後もう一個撮影があって、本当に一泊して明日セミナーです。はい、東京で。そうです。忙しいね。はい、それでは対戦者の紹介をしていきましょう。まずはレッドサイドハピネス所属、北林夏実さんです。よろしくお願いします。お願いします。そして迎え撃つはスッと所属、住吉望さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では望さんのコメントまで5秒前、4、3、2。果たして勝ち上がるのはどちらの挑戦者か。それでは参りましょう。プレイシザーズ。プレイシザーズ。10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The end of the game. 終了です。さあ、果たしてどんな作品になったのでしょうか。まずはレッドサイド北林さんの作品です。登場していただきましょう。どうぞ。それではどうぞ。すごい。かわいい。かわいい。かわいい。短くなりました。100点満点ですね。めっちゃいい反応。素晴らしいですね。続いてブルーサイド住吉さんの手掛けた作品です。登場していただきましょう。どうぞ。じゃあ住吉さん。はい。作品の。はい。見ていただきたいポイントだったりこだわりだったり教えていただいてもよろしいですか。そうですね、あのビフォーとアフターで、見比べてもらうと分かるんですけど、はい、やっぱり髪の毛のボリュームが、多毛で悩む人って多いじゃないですか。でもう下ろしてもまとまるように、しっかり段を入れて量を減らして、頭が顔が小さく見えるように切ってます。それではご覧いただきましょう。どうぞ。うわ。すごい。すごい。ありがとうございます。はい、それでは2人の作品が出揃いました。どちらがよりモデルさんの魅力を引き出せたのか、勝敗を決めるのはこの動画をご覧になっているあなたの投票です。フォロワー数稼いでても。はい、実際にこうバンって出てきて、実際切って限られた条件の中で切っていったら、あともうどうしようもないですもんね。そう、だからその面でおいては本当に今までの SNS で上げてた人たちの作品のリアルがどうなのかっていう、そこもね問われる。はい、そうなんですよ。メイクもヘアもいじろうと思ったら何でもいじれるんで、実際にお客さん入ってその人たちその場でジャッジすると思ってます。そうですよね。そう、だってもう結構よく今の YouTube 結構やってましたもんね。うん、あれこれって生配信ではなく、そうそう、なんか後ほどの後ほどです。ガガガってます。ね、尺をキュッてこう縮めて、そうそう、だから。どう書こうかなとか、まだ多分私が書く頃にはまだね何もあるので、ちょっと宣伝含む。これでね、若い美容師さんたちがもっともっとね増えていくといいじゃないですか、美容学校生とかね。本当に結構。そうそう、私も売れるし。ちょっとウェブなんであれで。あ、ウェブか。まあ、みんな見てくれるし、頑張ります。僕らがやってたので。なりたい職業は、そう、1位です。どっちも1位ですね。今 YouTuber なんか分かんないけど。ちょっと YouTuber を見ます。はじめまして。はじめまして。どうぞどうぞ。よろしくお願いします。モデルさん。あ、はい。あ、そうなんですね。今日が一番遠い、はい、福岡、九州です。スターズリーグ知ってました？あ、見てました。あ、世代的には、あ、40なんでちょうど20年前ぐらいにね。うん、ああ、そっか。今日はどんな感じで。あ、今日はですね、可愛いは生理というか、可愛く大人の、うん、はい、あの、なんていうんですか、一見ちょっとクールな印象のモデルさんなんですけど、うん、はい、ちょっと秘めた可愛さを吹き出すみたいな。朝行くんですか。じゃあちょっと期待します。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。
しくお願いします。よろしくお願いします。どちらからいらっしゃる？僕、茅ヶ崎です。あ、神奈川なんですよ。へぇ、セラズリーグってあんまり情報知らなかった。そうですね、知り合いから教えていただいて、まあ、こういう匂わせとか、うん、楽しそうだなと思って、うん、日頃そういうのはサロンワークに近いというか、はい、心がけていたので、なんか参加できたら面白いなと思って今回エントリーしてみました。大体でも先輩かなとか思いながらとか、ね、昔こういうのがあってやってみろって言われるパターンだけど、うん、知り合いから。そうですね、はい、今日はこんな感じで、今日は普段僕ショートをしているので、まあ、今回はショートを特別で、お父さんに見合わせて、自分の一番の戦いです。一番の戦いです。競技部だったと思っています。今もいらっしゃるんですか？マッチメイクして。あ、まあ、あ、じゃあ自分で用意準備です。ごめんなさい。ちょっと持ったままで。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。それでは今回の対戦者の紹介をしていきましょう。まずはレッドサイド、カズー近藤蓮太郎さんです。よろしくお願いします。迎え撃つはブルーサイド、テヤメクロシェル所属、成清雄二さんです。よろしくお願いします。果たして勝ち上がるのはどちらの挑戦者でしょうか。それでは参りましょう。プレイシザーズ、プレイシザーズ。はい、始まりました。第3試合でございます。10 seconds 魂を食べて最後に1秒までしっかり作り上げております。5 4 3 2 1 The end of the game。 はい、終了です。それでは挑戦者のお二人に今回の髪型に合う衣装を用意していただきましたので、この後トータルコーディネートをされた、モデルさんに登場していただきたいと思います。ボブ対動きのあるスタイルの対決ですね。3人ともボブ、どっちね、3人ともパーマかもしくは動かして、果たしてどんな作品になったのでしょうか。まずはレッドサイド近藤さんの作品です。登場していただきましょう。どうぞ。それでは見ていただきましょう。短続いてはブルーサイド成清さんの作品です。登場していただきましょう。どうぞ。それではご覧いただきましょう。どうぞ。前髪がある、ね、前髪はもうほぼ初めてぐらいっていうおっしゃってましたね。だいぶ久しぶり。シザーズリーグシーズン1の参戦今日ありますか、いかがでしたでしょうか。いよいよ始まったっていう感じですかね。この四天王を選ぶと楽しみは楽しみなんだけど、やっぱり今のねスタイルトレンドが如実に出たかなというのもあって、自分的にはもうちょっと癖のあるというかオリジナリティっていうものがもうちょっと見れたら面白いかなっていう感想はありつつ、あと明日トータルで見て、また今の本当に美容師さんの傾向というか、ね、ただもう最終的に器になってくるんですよ、実は器。そう、引っ張っていく器っていうことがあるんで、それも含めてやっぱ選ばれるんじゃないのかなっていうふうに思います。でもこれはあくまでも四天王が選ばれて次のステージに行く伏線なんで。これからまたね、負けられない戦いが始まります。では皆さん、ごきげんよう。買いました。だよね、きっとね。どれどれ、もうどの黒髪で、黒髪ですね、はい、ちょっとおばさりおばさり行こうかなと。エンターテイナーイエロー苦しゅうない、もう天下統一しちゃおっかなみたいな。
目の周りのグラデーションとかも結構丁寧。今まだどうなってるか分かんないです。ありがとうございます。ありがとうございます。リンクス。はい。ね、渋谷店で。渋谷店。はい。スマートサロン。そうです。ね、今副店長をやらせていただいてます、はい。どうですか。勝ち上がってきて実際バトルっていう。いやー自信しかないです、ね。お。ちなみにこうスタイリスト歴はどのぐらいなんですか。僕デビューして、うん、今年の12月7日で、うん、ようやく1年になります。お。